ペケミニ。商品名熊田陽子著、うん、熊田流愛されボディの作り方、うん、綺麗になるための50のメソッド、うん、商品説明、元グラビアアイドルで現在一児の母になったカリスマママドルが全女性に送る女子力アップの完全マニュアル本。陽子ちゃんの愛されボディの秘訣だけではなく、うん、ダイエット感やダイエット法や恋愛感、セックスについてや、陽子ちゃんおすすめのオークションサイトの紹介など、全熊田ファン必読の一冊がペニーな価格でついに完成。アリゾン商品ランキング本の部門第8942万6951位。この商品のカスタマーレビューはまだありません。何が全女性に送るんだよバカ。誰も見てねえじゃねえか。誰もコメントすると嘘だよ。あげよう、エンジェルあげとこう。エンジェルあげちゃった。すげえ出た、エンジェル。すげえリアルだった最初。うん、ラストぐらいかな、うん、ラジオネーム3ペ、村上春樹。色彩を持たない田崎作ると彼の巡礼の年、うん、翔英さんのレビュー、うん、すごいむずくて僕は読めませんでした。全部読めた人は少ししかいないと思います。書かなくていい、字ばっかりで絵が全然ない本は読むところが少ないですし、写真をいっぱい載せない本は絶対に売れないので、作者の村上さんは失敗だと思います。ハンバーグを食べてランニングに行ってきます。バカだな翔英は。バカだわ。あげとこう。なんで読んだんだよ。おー、ゲットします。以上。ラジオの三平。ネオ、ネオ、ネオ、鈴木ネオ、ムをつければ、鈴木胸を。あげとく。ネオってなんだよ、ブレイク。ラジオネーム股関節痛。えなりピンコの、えなりとピンコの飼い主。橋田壽賀子が放送文化に貢献したテレビ番組や個人に贈る第22回橋田賞の表彰式が行われ、昨年の NHK 連続テレビ小説アマちゃんが橋田賞を、主演の能年玲奈が橋田賞新人賞を受賞しましたが、橋田自身はアマちゃんを見たことがない、あ、ごめんなさい、アマちゃんを見たことがないと抜かしてやがりました。おい、橋田の周りの大人たち、橋田先生の錆びついたネームバリを利用したいのはわかるけど、しっかり口止めしとけよ。それとも口止めされたけど忘れちゃったのか。なったらごめんな、おばあちゃん。そして能年ちゃん、唯一の代表作を見たことないなんて言われて傷ついたろ、かわいそうに。うん、かわいそう。そんな能年ちゃんを励ますためにアマちゃんにちなんで海鮮料理を用意したぞ。食材は俺が提供する程よく縮れたわかめ、そこからひょっこり顔を覗かせる極太の穴子、その脇に2つ並ぶウニ、お醤油かけてさあかぶりつけ。なんだこれ、おい、おめえだよ。いい作戦だな。引っかかりますよ。どうしようもない、あげとこう。そう、うん、ラジオにラッパーザキバチョフ。どんなものでも破壊するハンマー。いろいろなものをいろいろなものを破壊したくて購入しました。ハンマーの破壊力は凄まじくて、この世に不必要なゴリラ黒光りダンスグループのエグザイル CD、 薄っぺらい内容の品川博士の映画 DVD、 気持ち悪い笑顔の川越達也の頭などをすべて勝ち割ることができたのですが、どうしても舘ひろしの金玉だけは何度打ちつけても壊せずにハンマーが壊れてしまいました。どんなものでも破壊するというのは嘘なので、このハンマーは星3つ。
舘ひろしの金玉は星5つとさせていただきます。買えねえわ。なんだこれ、なんでそんな硬いんだろう。これはでも相性暫定付け唯一決めないのこんにゃくだからな、ね、そういう意味ではその舘さんの金玉がまあこんにゃくコーティングされてんのかもな。あいやもうエンジン上げとこう。母の日なし。ラジオネーム魚キノコ。擦ると消えるボールペンのレビュー、うん、クラスのマドンナの京子ちゃんに僕のおちんちんを見せる方法はないだろうか、そう思考を巡らせていたところこの商品を見つけました。この商品は熱くなると色が消え、冷やすと消えていた色が元に戻るという性質を持っているそうです、うんうん、それを生かし僕はおちんちんポロリトリックを考えました。ポロリトリックよく真面目な声で読めますね。トリックおちんちんポロリトリックを考えました。手品みたいなことか。まず消せるボールペンで体に色を塗り、あたかも服を着ているように見せます。続いて京子ちゃんの前でちんちんにドライヤーを噴射します。すると熱でボールペンの色が消え、チンチンがあらわになるのです。しかしそのままだと逮捕をされてしまうので、マイナス200度の液体窒素で冷やします。するとボールペンの色が復活し、服を着た外見に戻るので証拠隠滅です。実に完璧な作戦なので早速今日実行に移しました。しかしそうは問屋が下ろさないとはこのことでしょうか。うるせえよ。起きて消せるボールペンで全身を青く塗装しました、うん、そして京子ちゃんの前でおちんちんにドライヤーを当て、ちんちんをあらわにし勃起をしました。そこまでは良かったのです。良かったんだね。しかし想像以上にドライヤーが熱かったため、左に持っていた液体窒素を慌てて大量にチンチンにかけてしまいました。それで冷却によりチンチンに鮮やかな青いペイントが戻り、作戦はなんとか成功したように思いましたが、そこで悲劇は起こったのです。液体窒素が強力すぎたのか、ポロリするつもりだった僕のチンチンが床にポロリしてしまったのです。くだらねえわ。地べたに転がるチンチンの青いペイントは僕の大冷めた気持ちを代弁しているようにも見えました。こうして僕はかけがえのないものを失ったのです。僕のチンチンを返してください。当然星はゼロ個です。用途が違うし、すごいわ。対策だったな。いや、対策だったな。これすごい面白かったな。いや、レビューっぽくないけどな。いや、エンジェルあげとこう。しっかり振りも聞いていて、これはバカだ。素晴らしい。ラジオネーム希望の船。五力あやめ橋田須賀子ベリーベリーベリーショート。なんだそれ。ただ髪型言っただけだろ。いいね、あげよう。あげよう、うん、ラジオネーム、そうね、ミスタータタン。金玉二つ、チンコが一つ、そして、そして、アナルが一つ。あ、神秘的な。なんだろうな。いや、いい、素敵だな、素敵だな。なあ。おい。っていう動物なんだ。金玉二つにチンコが一つ、そして、アナルが一つ。この動物。なんだ。大概のオスだ。大概のオス。いやー、面白い。あげとこう。パン。ラジオネーム、三平。
順調にメディアへの露出が減り始めている美奈子さんがブログで怪しい商品を宣伝していらっしゃいました。あっとこれは大丈夫ですか？リンパマッサージセルライトスパッツ、やった。履くだけで加圧トレーニングとリンパマッサージと骨盤矯正をしてくれるんだって。私も早速使ってみたの。そしたらね、リンパの流れが良くなってむくみが取れてほっそりに、はい、多数の芸能人も愛用してるらしいよ。購入は公式ショップから。嘘つけ。スパッと履いただけでお前の豚足がほっそりするわけねえだろ。念のため公式ショップのホームページ覗いてみたけどよ、案の定愛用してる芸能人の名前全部伏せ字だったぞ。石丸さとみ、道丸三姉妹、竹丸恵美、誰だよこいつら。お前だけ実名で堂々と宣伝してんじゃねえよバカが。炎上して地獄見る前にブログ消せ。なんだこれおい。やぶ。まあいいけどね、別に知らないけどさ、石丸さとみって誰だな。いやもう石丸幹事さんの娘さんかな。いやその丸じゃないでしょ、漢字の丸じゃないでしょ。道丸三姉妹ってのかな。だまあ団子さん兄弟みたいなもんかな。そうですね、竹丸恵美っての竹あのぶっ込みのたくものぶっ込みのたくもスーパーリーゼントの竹丸かな。すげえ、何インパルスみたいなの乗ってて、ね、すげえの乗ってて、まあワニブチだけ車だけどね。分かった、龍神死んだ時ね。ラジオネームチェーンギャング。中国のレストランがあ、ごめんなさい、さっきのあげとこう、美奈子さんのやつ、あパン、いい情報だからエンジェルあげときます。パン、ありましたね。ラジオネーム三平、アリゾン、ブスホルンリンク、うん、初めてのお客様へ申し訳ありませんが、当商品はドブス以外の方にはお売りできません。まずは顔写真を 4、5 枚送っていただき、当社スタッフが本物のドブスと認定した方だけに無料お試しセットをお配りします。何卒ご了承ください。内館真紀子さんのレビュー。本社に電話して送付写真のサイズについて問い合わせてみたところ、内館様は審査不要ですと言われ、あれよあれよという間に広告塔に選出をされました。皆さん、私と一緒にブスの泥沼から羽ばたきませんか。パンチの効いた顔面写真お待ちしてます。素晴らしい、チョイスが素晴らしい。あげとこう。パン、ラジオネームバスケットカウント、堀内孝夫の口周り見ちゃダメよ汚い。うん、だい汚くないでしょ。ヒゲだよ、ヒゲだよ。ただのヒゲあげとこう。シーズンよかったの。雪の女王アナっつっちゃうの。チンゲを剃って眉毛抜いて白鵬は今日も勝つ。いいなぁ、 あげよう。すごいなぁ、そう、気合の表れだったんだな。そうだな、顔は、うん、いやー素晴らしい歌だったね、今のちょっとびっくりするぐらい。ラジオの三平、チンポに鈴つけて歩く、まあまあの変態。いい、あげよう。パン。ラジオネーム夜嫌いの夜行性、サエコ予備軍こと安田美沙子の野郎が3月に入籍したイケメンファッションデザイナーの下取直之氏との結婚生活をこう語ってやがりました。私から喧嘩は売るけど彼は買わない、家出しても探してくれないので玄関を出ても1分で諦めて帰ってくる。昨日まで私は仕事でハワイだったが、帰ってきてすぐに合流してバスケの試合を一緒に見に行った。夫婦生活は順調です。うるせえ、自慢うるせえわ。なんか嫌味も相変わらずだけど、ペラ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 相変わらず八つ橋みてえな薄いコメントしやがって、もっと正直にお金があるから幸せですって言え。ん、
ゴミに全部お金があるからですってつけたらしっくりくるぞ。私から喧嘩売るけど彼は買わない。お金があるからです。家出しても探してくれないので玄関を出ても1分で諦めて帰ってくる。お金があるからです。昨日まで私は仕事でハワイだったが、帰ってきてすぐに合流してバスケの試合を一緒に見に行った。夫婦生活順調です。お金があるからです。ヒロシです。空見ろ。こっちの方がお前らしくて全部自然じゃねえか。はっきりとお金があるから幸せですって付け足してこれからコメントしやがれ。さーて、お前らもいつまで続くか楽しみにしてるからな。なんだこれ、おいって。ああ、いいですね。いいですね。すごい、いい発想ですね。素敵な。やっぱりこれもうそろそろまたなんだこれおいのコーナーあれ戻します。あいつこんなこと言ってあいつこんなこと言ってやがりましたにかえまた戻そうかな。情報がいいですもんね、うん、なんだこれおいが邪魔になってきたんですよ、あいつこんなこと言ってやがりました。リターンにしようかな。そう、ね、戻しましょう。リターンつけます、ね、はいはい、そろそろまあ6月になりますし新しいのも、はい、あげとこうか今の。はいはい、素敵なメール、はい、ラジオネーム三平。ソフトオンデマンド作品ガチンコ樹脂相撲ドスケベ横綱決定戦。この商品には3件のカスタマーレビューがあります。花田勝さんのこれはエロい、思わずビンビンの大胃腸をシコシコしちゃいました。もし続編を作るなら僕も出ます。ノーギャラで構いません。マサルのエビューデビュー待ったなし。相撲方面のこと一切言わねえ。高野花浩二さんのレビュー、乳房をあらわにした女性同士がお互いの性感帯をですね指で攻めたり舌で舐めたりしているんですけども、やはり相撲の知識が貧弱すぎていわゆる決まり手が少なすぎるんですね。仮に続編を作る場合はですね、やはり相撲を極めた私のような人間をですね出演させるべきだと思います。出演料などは一切いただきませんので声をかけてもらえると助かります。ソフトオンデマンド制作部さんのレビュー、了解しました。夢の共演、絶対実現させます。くしくもだな。くしくも兄弟で、ね、参加を表明した。あげとこう。パン。弟賢いな。ラジオネーム、希望の。船越英一。いやもういや、女子女子ラジオネームだから別にこれは。ああ、いや、そうですけど。いいんだろ。こんばんは。Gカップの女子です。トップリードさんはよくロリコンって言われてますけど、大きいおっぱいは嫌いですか？好きですよ。私の夢は大好きなトップリードのお二人に、パイ釣りをしてあげることです。え？まずはな、てめえらのチンコを両乳で挟んだ後、あれ？ローションの代わりに瞬間接着剤を流し込んで固まったら乳房を思いっきり持ち上げてチンコを引っこ抜いてやるよ。おめえも痛えだろ。そのまんまてめえらの顔面に向けて乳首から毒切りを噴射し、乳首から？うずくまったてめえらの脳天に大量の釘が刺さった私の腕を叩きつけてやるよ。くのうち日本人。男の人におっぱいを見せるのはすごく恥ずかしいけど頑張ります。私ファイト。女子だった。最後戻るやつ。女子だったな。女子じゃないでしょ。女子っぽいね。いや。真ん中なんかちょっと男っぽかった。あんた痛いだろそれ。瞬間接着剤がつけたら。奉仕の精神。自分が痛くてもいいのに向こうに気持ちよくなってもらおうっていう。毒出すんでしょ。どんな奉仕なんだ。あげとこう。女子に。大丈夫。永久ラブソング。リリーコ、ピンコンマルシア、アグネスちゃん、みんな、うるせえクソババア。いいねーな。昭和歌謡の方が向いてんのかな。いいですね、ノリいいですね。いい歌だったな。いいですね。パッと来ましたね。今回いいですよ。ラジオネーム三平。
トーミーオいかつい親父の夢芝居トーミーオトーミーオが女装をする女装まあ女装だけど梅沢さん本人に梅沢さんって女装駅あるじゃないですかって言ったらすっげえ怒られてる女装じゃねえんだよバカ野郎あれ怒られたな面白いんだよね梅沢さんってなそうですね気持ちよこの人あげとこう、うん、パンすごいありますねラジオねムスカの弟腰の純子を片手で抱いたままひろこみちこの乳を飲むすげえ貴族の遊びだすげえな腰の純子ひろこみちこ面白いねすげえいいあげとくようわー出ますね出ますねパンがラジオネーム三平ハゲロ大栗と向井と綾野剛ハゲロ不動的嫌われろあれすげえ面白い呪いだな心こもってますねいややっぱ感情ですからね歌はエンジェル上げとくじゃあいやすごいあすごいななんかみんな魂の叫びでしたね乗ってるななんか、うん、最近ラジオネームラッパーザキーバチョフさだまさし北の国から遥かなる大地よりレビューは松山千春あのよこの歌聞いたんだけどよずっとルーラルーララララララ歌ってるくせによいつまでだっても歌詞が出てこねえんだよ歌詞すら出てこない老害はさっさと引退してほしいんだよなあのよこんなしみったれたやつの歌より俺のコンサートに来て俺の歌聞きん来いよこんな金玉みたいな顔したやつの歌よりな100倍最高の歌聞かせてやっからよじゃあ頼むなこのレビューに100人中100人がお前の方がよっぽど金玉みたいな顔だと突っ込んでいますよかったよかった不意に思ったんですけど合ってたよかった俺は正しい俺も101人自分を信じようこれからもあげときましたパンラジオネーム希望の船女女の子用着せ替え人形富男6歳になる娘の誕生日プレゼントに購入しましたこの商品どう見ても女の子用とは思えないただのおじさんなのですが着せ替え自体は問題なくできるのでそのまま娘に遊ばせていましたですが娘の着付けが下手だったり間違えたりするとものすごい顔で怒り出し娘が泣くまで睨み続けたり私が女装好きなんですかと尋ねると女装じゃねえんだバカ野郎と打ち切れたりとかなり気性が荒いですある日タバコを吸いたいというのでコンビニに連れてったところ自我が年齢確認の際店員に俺が19に見えるわけねえだろ60過ぎてるジジイを捕まえて押せとはなんだとわめき出したのでもう嫌だと思った私はとっさにこの商品をコンビニに置いて帰ってしまいましたこのままだと不法投棄になってしまいますよね街中探しているのですが今のところ見つかっていませんどなたかフリルのついた白のミニワンピを着たおじさんを見かけた方がいたら教えていただけないでしょうか梅沢富美男さん俺も怒られたけど梅沢富美男さんあれ女装じゃねえか、はい、違いますかあれは違いますよ早くみんなに気づいてほしい梅沢さんの女装って結構いいですよ女装じゃねえんだよだいぶ違いますからね女方ですけどそうですよ気をつけてくださいねプライド持ってますから、ねはい、あれ結構すあれはあれいろんなすんのかな看護婦さんとか誰がですか梅沢さんがですか梅沢さんはやりませんってそういうことじゃないですからそれはもう立派な女装ですもんだって女装ではないですよねセーラー服着たらどれが綺麗なんだよ梅沢さん想像してください綺麗に笑わずにはいられないでしょだってで恋のお相手は浅香光代なバンカラみたいな衣装着て浅香さんが一緒に投げとこう三平
限定一着、うん、ボスジャンファーストモデル、うん、出品者からのお知らせ、こちらの商品には3名の購入希望者がおりましたので、オークション形式での販売とさせていただきます。お手数ですが、下記のコメント欄に氏名、年齢、希望落札価格をご記入ください。入札者 A 高橋ジョージ54歳、40万200円。入札者 B 島大輔50歳、40万250円。悲惨だな。入札者 C 宇崎竜童68歳、4500万。この商品は宇崎が格の違いを見せつけました。なんで50万じゃないんだろうな。4500いっちゃうんだな、もう。あげとこう。パン。いやー、すごいな。宇崎竜童さんってやっぱりな。担保出す。家担保にしたんですよ、多分ね。ラジオネーム。夜嫌いの夜行性。まゆゆ。公式メール配信のレビュー。月額300円で登録して、まゆゆから毎日メールが来るんですけど、いやー、やっぱ可愛いです。何が可愛いって、まゆゆは毎日忙しいのにちゃんとメールをしてくれるし、あと僕の中の一番グッとくるポイントは、メールの入りがまず、待たせたなってちゃんとつけてメールをしてくれるんです。こっちも待ってたとしても許せちゃうし、もうまゆちゃん可愛いと思ってスマホの画面にチュッなんてしちゃったりして、今では僕もすっかりまゆちゃんの虜です。しかも私は最近になってこのメール配信を登録し始めたんですけど、まゆちゃんは AKB の総選挙1位になって早速リーダーなんて言われているらしくて、これからが本当楽しみで仕方ありません。星は文句なし5つです、うん、頑張れまゆゆ。このレビューに対して458人中458人は、これってまゆゆはまゆゆでも渡辺正行じゃね。でも本人嬉しそうだし、そっとしとこう と言葉を心にしまっています。いや、渡辺正行さんをさ、まゆゆって言わねえよ。まあもう湯も入ってますけど、まさゆきでまゆゆ。リーダーのことまゆゆってあげとこう。パン。はい、続いては替え歌です。今週の課題曲こちら、松田聖子さんデビュー35周年ということで、はい、まあ、記念でね、やりましょうかね、はい、フレッシュフレッシュレー、夏の扉を開けて、はい、知ってる、こんなお前らいくつだっけ。僕は34同士です、ね、34、まあ知ってる、はい、知ってます。名曲ではありますね、再放送とかいろいろな、ね、はい、はい、ラジオネーム素敵な嫁。わけめ、夏はわけめを変える。フレッシュフレッシュフレッシュをさ、分けめ。いきなりなんか無駄に使われた感じの。使いましたね。ねえ、一文字ずつななんて。面白いな。投げとくかじゃあ。パン。ラジオネームアンジェラ。プレスプレスプレス。ジュジュの顔面をプレス。上げとこ。一旦ブレイクします。はい、ラジオネーム三平。ゴール、ゴール、ゴール。北沢剛オウンゴール。いい加減しろ、北沢。いやいや、リスナーに怒ってください。何やってんだ、北沢。リスナーに言って。散々だな、北沢。北沢さん逃げて。あげとこう。パン。ありそうですね、本当に。ラジオネーム三平。有吉さん、ナベプロの最終兵器、スピリチュアル女子大生知恵様が5月前半のトースポ市場でワールドカップの予想をしていたので、このタイミングで発表させてください。予選リーグ1回戦は日本の勝ち、2回戦は負け、3回戦は負けると出ています。外したー。
インチキジャパンのリトルギボアイコこと知恵選手、痛恨のシュートミス。鍋風呂主催のフットサル大会でマネージャーでもやったのにわか。このタイミングの発表は恥ずかしい。これは来ましたね。これはいいですね。これは外してます確かに。これエンジェルあげます。素晴らしい。いやー外してますね。このために書いといたんじゃねえかっていうぐらいの。いやいやいや外してましたね。いやー外してたね。見事に外してましたね。ちゃんが立ち悪い。いやあ出ました有吉のオカルト嫌い。オカルト嫌いが出ました。これはまあもう言っちゃってますからね。ラジオネームレッツゴー万引き G メン、はい、綾瀬はるかの唾液のレビュー。私は貝原雄山と申す者。右手にひどい火傷をしてしまったのだが、息子の四郎にそんなもんは唾でもつけとけ治ると言われたのでこちらの商品を購入したのだ。誤解しないでほしいのだが、綾瀬はるかの唾液を飲みたいだとか、ローション代わりにチンコに使いたいとか、そういったやましい気持ちは私にはみじんもない。そういえば芸人の有吉弘行は以前、女性の唾でお刺身を食べたいと公言していたが、私には信じられん。そんなものは刺身を、いや食を愚弄する行為である。私にとって女性の唾液はあくまでお薬なのだ。ではそろそろ夕食でも食べるとしよう。今夜のメニューはお刺身なのだが、困ったことに醤油が見当たらない。しかし醤油を探してる間に刺身の鮮度はどんどん落ちてしまう。こらえ、致し方あるまい。今夜の夕食の 評価だが、有吉弘行シェフには星5つ沈むよ。シェフ美味しいだろやっぱり。なんか言ったんだよ手前ね、やっぱり肩書きありますからね。いやこれ絶対美味しいと思う。いいですね。ラジオのケツ、うん、上げとこう、はい、ラジオのケツ出しエッフェルト。美少女戦士セーラームーンシリーズ、うん、待望のセーラームーン新シリーズの第1話ということで楽しみにしていたのですが、思っていたものとは少し違いました。主人公の髪の毛は長くて女の子っぽいのですが、美少女らしからぬ肩幅をしており、うん、成人男性2人分ぐらいあります。また常に上半身を露出しており、身につけているものは黒のブルマとピチピチのブーツだけですし、いざ変身したところで手にバンテージをぐるぐる巻くだけで地味しすぎます。てか映像が実写な気がするのですが、最近のアニメはこんな感じなのですか。星一つです。このレビューに対して一件のコメントがあります。お言葉ですが、そのセーラームーンは敵を倒す際にラリアットからのサソリ固めを行っていませんでしたか。もしそのようなシーンがございましたら、それはセーラームーンではなく子供人気を取り入れるために長州力士が発案した長州戦士力ムーンの可能性が高いです。また力ムーンがピンチの時にタキシード仮面ならぬ獣神サンダーライガーが助けに来たら、それは 100% プロレスのイベントマッチです。よろしければ応援お願いします。間違えてんのかな。どうでしょうね、どっちだろうな。写真なんてですね、これはあげとこう。ラジオネームペケミニ、商品名夏川純著、告白、うん、サバを読んだマグロの私。上手だ。商品説明。息をするように嘘をつく女こと夏川純著、本音で語る衝撃の告白本。なぜ疑惑の最中アッコにお任せで本当に23歳でーすと堂々と嘘をついたのか、なぜ笑っていい友のテレフォンショッキングで有吉の友達として紹介されたのか、なぜ男性経験が超豊富なのにベッドではマグロなのか、その数々の謎に包まれたベールを今夏川純が脱ぎ捨てる。出版社からお詫びと訂正。今月発売予定のこの商品でしたが、諸事情により販売が2年延期になりました。ご迷惑おかけしてしまい誠に申し訳ございません。日本国民全員がこの商品に対して
発売日までサバ読んだんすか。夏川さん、マジいい加減してくださいと言っています。国民全員が国民ずっと言われますねこれ。いやそうだよ。俺も必要に言うし、あげときましょうか。ラジオネーム希望の船越英一郎。女子弁で陰謀を探している女子です。私って毎週女子会やってるんだ、うん、女子会超楽しいよ、うん、本当は男子禁制なんだけど、うん、大好きな裏筋なめマシーン3号さんなら特別に招待しちゃう俺の女子会はな、うん、地下室で開かれるんだまずはな、うん、山本を全裸にして、はい、両手両足を鎖で壁に固定する、はい、そして部屋の中央にある釜の中に席をぶち込んで鍋を作るからよ、うん茹で上がるまで山本の血をコウモリと昼にじわじわ吸わせて泣き叫ぶ山本の方を伝う涙をペロペロ舐めながら私はお豆をいじっちゃおうっとそして干からびた山本と器によそった席と私とずっと地下室にいる知らないババアの4人で大富豪しようね負けないぞマジよね不老不死狙ってるマジョですあげとこう怖いからあげとこういや怖い一本映画みたいな広く女なんだよ最後俺もうよそられてましたからねびっくりしたないだろよそられたことよそられないですよだって人ですから一応女子ラジオネーム三平バッハみたいなババアと昨夜2回やりましたいいじゃんなバッハみたいなババアババアとやりてえなババアとやりたいババアとやりてえなって思いないたまに僕まだなんかないですねいや俺別にあのその熟女好きとかそういうんじゃないんだけどなんかババアとやりてえなと思う時あるなよくじゃないけどたまに大人ですねなんか実際そういうお店に行ってそういう熟女の方選んだりとかはそのババアとやりてえなっていう時に店行こうっていうのはないねもうそれやっちゃうと終わりだなってああそうですかギリギリのところでナンパしてえなみたいなおおババアをあくまでも素人の方をはい8個の前で8個の前でババア結構大々的にナンパするんですね、うん、東急の地下のスーパーの袋持ったババアをさ。誰か待ってますから。今日何作んの？その人。フランクすごく。お今日何作んの？え、今日おでんみたいな。おでん作んの？みたいな。ちょ、食べさせてよ。手口がよくわかんないですね。え？よ、え？食べさせて、え？いや、食べさせてよ。吸ってうまくいきますそのうんいいけどなんかちょっと中身ギャルなんですよ全然ババアじゃねえ軽いなそのババア軽いババアやつ自分持てよもうちょっとあげとこうパンラジオネームは三平有吉さん多分嘘だと思いますがイケメン俳優の佐藤健くんと三浦翔平くんが合コンで女性を泣かせたという記事が週刊文春に載っていました要点をまとめてお伝えします女性陣のルックスが気に入らなかった佐藤の目配せを合図に三浦がブース帰れブース帰れとブスコールを開始その後のカラオケでも三浦がブス替え歌を披露するなどして女性は号泣指示を出した佐藤は王様気取りで満足げだったというやってくれたなクソガキどもが女優抱き放題のイケメンチンポがブス泣かせてんじゃねえぞこら遊び方が下品だしブスのいじり方が雑なんだよおい聞いてんのかタケル今度ブスと合コンやるときは俺も呼べよお前の目配せを合図に1週間洗ってねチンポ出して全員速攻で帰らせてやっからよ時給5万なマジよろしくこれブス替え歌気になるなセンス問われますよねこういうのどんなまだブスブスのままでありそうですねブスの音程大丈夫合ってる合ってる大丈夫合ってますねブスの大丈夫大丈夫です大丈夫本当はい、はい
武士の音程じゃないですよ。中身の問題なんですよ。中身の切り口の問題なんですよ。もうブスの何が行われるやら。ブスブスブス魚の子。久しぶりに聞いた。ちょっと見ようかな帰って。見たくなっちゃった。一番上がブス。ブスの三兄弟。いやまあいるでしょ。これはそういう三兄弟も。これ本当にありそうだね。朝こっちの子たちブスねなんて。最近流行ってるのもないの？最近はそんなんやりたいか。それ以降もいろいろ出ますけど。ブス替え歌やりたいじゃん。ブス替え歌。いやー面白い、続いて上げとこうか。ラジオの猫の癖、うん、もうアリゾンのレビューもそろそろ全部コーナー変えようかね。そろそろね、もうそろそろ上半期も終わりますから、うんうんうん、まあ、何があるって何もないんですけど。ラジオの猫の癖、自動拳銃ベレッタ M84 里見光太郎モデルのレビュー、伊吹五郎さんのレビュー、私はこの商品はあんまり好かん。なぜなら光太郎がもっといい、あいつ自身のビッグマグナムを持っていることを知っとるからです。あいつのマグナムは私の頑固で頑丈なアナルを無理やりこじ開け、それは見事な一発を見舞ってくれました。あいつのマグナムこそが男の拳銃です。あいつのサウナ上がりのほかほかの金玉を頬張った時の温かさ、柔らかさはどんな小籠包にも負けやしませんでした。あいつの金玉こそが男の小籠包です。あいつの梅干しの種のようにコリコリになった乳首はどんな飴よりも美味でした。あいつの乳首こそが男のキャンディーです。あいつのアナルは私のくしゃくしゃになって死んでいったババアよりもシュッシュのアルマジロの背のような、それは見事なアナルでした。今度あのアナルになら私は私のマグナムの腕前を見せてやろうと思っております。まだまだ私の射撃は若い者には負けたりしませんぞ。このレビューに653人中653人がどうぞお幸せにと二人の未来を祝福しています。生々しい。まだ続けてみるかこのコーナー。これであげとこう。とどまった。